はいどうも、はじめまして、こんにちは、ゆういちです。今年はチャンネル登録2000人目指してます。ぜひチャンネル登録お願いいたします。ということでですね、皆さん昨日はねバレンタインでしたけども、チョコ何個もらえましたでしょうか？僕はね、はい、ゼロです。あざす。はい、ということでね、本日はですね、まあサムネとタイトルにあります通り、まあ私ね、サラリーマンをやってるんですけども、その僕がね、コツコツと集めたアーティスト螺旋がね、完成いたしましたので、そちらをね、リアタイで使っていきたいと思います。まあまずはオーダーこちら。はい、こちらね、僕のようやく完成したアーティスト螺旋でございます。もうベンチも含めてね、全員アーティストです。あざっす。まあ一応ね、マー君セレクションで落合選手を極められたのと、まあ、ノムさん、キャッチャーゲットできたので、まあ、一応これでね、アーティストは完成したんですけども、まあ、今回ね、ベストナインで撮れたでギータも撮れましたんで、アーティスト螺旋でね、動画撮ろうかなと思って、今回ね、やっていきたいと思います。はい。ということでね、早速リアタイ行きたいんですけども、その前ね、ちょっとギータの称号だけやらせてください。はい、称号2回っすね。まあ、一応、同値崩したくないので、まあ、強心臓、強打者、勝利の使者と、勝利のスラッカーか。まあ、その辺出てくれたら嬉しいっすね。まあ、本出しで行きます。お願いします。上がった来た。おお、打撃を極めし者、まあ悪くないけど同時崩れたね。いや強っ、86、85は強い。まあ一応つけとくか。さあ上がってくれましたけど、2回目ね、同時はね崩せないんですよね、リーグ的に多分。あ、上がんなかった、ミート自慢。いや、もしかしたら称号外すかもしんないですけど、とりあえずこれでいきましょう。はい、それではね、お待たせしました。早速ねリアタイやっていきましょう。どうぞ。はい、ということでね、1試合目やっていきましょう。まあ何試合か分かんないですけど。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできてるか。いや最近なんかリアタイのマッチングバグってません？まずは格上ばっかり当たるんですよね。さあ今ね、2月15日朝5時15分です。打てるかな、朝一。はい、高めストレート外れてボール打ちました。落ちろ、よし。あ、なんかアーティストっぽくなかったですけど。あ、やべ、打順どんな感じでしたっけ。さあ落合選手、さあまず1球目、やっぱ全員ねアーティストですから、全員ホームラン狙ってねやっていきたいですね。こすった。さあ広沢選手、リベンジしましょう。あの動画のね、全然伸びてないですけど、やっぱね固有フォーム欲しいですね。この汎用のホームだとなかなかね、なんか使う気が、打てる気がしない。まあ俺のせいなんですけどね。やばい、もうヒンだ。タイピン出ちゃったね今。なるほど、そうですよね。ああ、ほじゃないよ。いや、セカンド心配。さあこのアーチソ打線のね穴はね、間違いなくセカンドです。お、オッケー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 。まずは先頭バッターを打ち取って、何事もなければカットしようかなというところなんですけども、よくっています。ボール、どうだろう、外コバ選手の配球見たいのかなみんな。まあ僕大した上手くないですけどね。インサイド落ちました。まあただ適当に大きいの小さいの分けてるだけなんですけど、まあなんとなくなんですけどね、大きいのはやっぱ多めに僕は投げちゃいますね。おお、ナイスバッティング。いやー、ナイスバッティングだわ。いきなり失点を許し、不安の残るスタートとなってしまいました。マジ？さあ2点取られちゃいましたけど、このアーチス打線ならね、やってくれるでしょう。ちょっと集中します。この長径なんて吹っ飛ばすね、長打を、ホームランを。フェンス越えたら長径関係ないですからね。豪快なスイング打ちました。センターへ伸びがありません。バッターランナーは二塁ね。さあ、そして取られるかと思った。集中集中。そうですね。外の球打った。抜けた。できたこと。オッケーオッケー。タイピン出ちゃったか。変化球打った。抜けていった。サードランナーホームイン。あれグラウンダー？あれグラウンダーかなっていう感じの外野前のヒットばっかなんですけどね。中地行こうか。さあノムさん、代打出せないよ。
さあ今日のね一応主役、一応主役のギータ聞いてもらいましょう。おーしよしよしよし、よう粘った、ボール球だったけど、あざっす。この時の有原さんはあんまカットボール動かないですね。さあ最後ね抑えて勝ちましょう。格上に、いやこの人ね結構打てっかな、外小馬さん。いやこういうフォアボールいらんわマジで本当に。ピッチャーが変わります。一塁にいや変えますわ、 A ランクの赤堀さんに。走ってきた、ストレート打った、掴んだ、外のボール打った、ここは打ち上げています、打った、グラブが止まる、よし、ありがとうございました。はい、ということで2試合目です。さすがにねアーチソ打線とか言ってホームラン打ってないのはねちょっと違うかなと思って2試合目いきます。お相手ねまた格上でしたけど、まあ達人だったらまあなんとかさっきの名人に比べたらいけるんじゃないかなと。さあ多分カットしてるかな、何点取られてるでしょうか。はい、どうぞ。はい、ということで2失点でした。もうね2失点は定期ですね。さあ、あとはねもうホームラン打つだけ。あ、ギータね称号つけたまんまっすね多分。リーグオーダーの コラボ。なるほど。さあバッターは何を待っている。打ちました。あら、ナイスシフト。まあ、リーグオーダーのコンボ見ても全然大丈夫だったんで、あのまま行きたいと思います。ただセカンドゴロでした。はい、山岡投手ねそんな嫌いじゃないですよ、ランク戦の山岡投手は。ただ変化量マイナス1なんですよね、これがちょいだるいかな。ホームラン打てねー。さあ広沢選手85-88、いいよ、頼むよ広沢選手、バース外して使ってんだから。あかんなぁ、ノリ頼むよノリ、札幌ドームのフェンス越しちゃって。あーやったわ、これが2球目、ひよったわ。次が3球目、豪快なスイング打ちました。よし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 、インサイド打った、いやーシフトうまい。1塁アウトで、いやここはちょっと2点死守よ、2点死守マジで。はい、田淵選手にねホームラン打たれましたけど、3点差、ホームラン4本で勝ちよ。危ねえ、ちょっと焦ってる焦ってる。いやーさっきのノリノがな打ててたな。よっしゃい、これぞアーティスト大谷さん、あざっす。もうホームラン打ったから勝敗なんてどうでもいい。超えろ、いやーマジか。さあノムさん、ゲッツーだけはダメよ。魂か魂か魂なのか、あゆむかい。いや集中、マジ集中。こっからよ、こっからだぞ、みんな諦めんな、諦めんな、みんな、みんな諦めんなよ、あるぞ、まだあるぞ。こっからあんのがアーチソ打線よ、怖いよ。諦めんな諦めんな。